常に得点力がちょっと不足したシーズンの終盤、ようやくまたこのゲームでジョーが点を取りました。さあボール名古屋、チャンスだ、引き取って渡したボールをシュート、いいよ、見事に決めました。最後は小林。いやー、今のはネットを揺らしましたが、福田さん、はい、広島にしてみるとちょっと嫌な感じなのは、広島と言っていたその言葉通り、いや本当その通りですね、ひっくり返されたんですが、これ技術的に見ていただきたいのは、うまく負けましたね。そうなんですね、サイドを狙ったクロスですけど、ディフェンダーに当たってね、方向が変わったんでね、これキーパーの林としてみればちょっと気の毒、まあ林にしてみるともうちょっと反応しきれないと思いますけど、